先生、今日こそ勝たせてもらいます。もう少し、あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はまだ子供だった。